皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。今日はスリックの U9800。この三脚を中野のショップの店頭で見かけましてね、この三脚についての思い出を語りつつ、スリックの創業者の話をしようと思うわけなんですが、このね、スリックの U9800。スリックの創業者が考えた特許を2つ使ってるんですね。 もちろん特許という話を今しましたけれど、創業者が特許を取って特許は失効しているので、今ではいろんなメーカーが、えー、真似して作っているといったものなんですが、ここに入っている、この三脚に入っている二つの特許というのがですね、もともとスリッキの特許だったものというのが、一つはこのカメラネジ部分ですね。カメラネジ部分は実はこれね、ネジを上から押さえると、 スプリングでで反発すするんですねこれなぜスプリングで反発するかというとスプリングで常に下から押さえるような構造になっているという雲台なんです雲台というかカメラネジなんですねこれについて解説をしていきましょうスリックの U9800 は足の部分がスリック U シリーズプラスチックのパーツを使うことで例えばこの足のロック部分とか本体部分ですねプラスチック のパーツを使うことで軽量化とコストダウンを図ってみながらというモデルだったんですがここから上雲台部分がエイブル300という上位機種で使っていた金属製の雲台を持ってきて組み合わせたというこれがね中級ぐらいのうん中級三脚ぐらいの感じでできているという三脚でした 当時ね、1万円ちょっと切るぐらいの値段で売られてたと思うんですけども、そういった意味で手頃な値段で運台はしっかりしてるよという三脚でして、これはこれで当時良かったんではないかなと思うんですね。これを企画したのがね、当時のスリックの副社長だったんですけども、最初出た時全然売れなかったんですね。で、当時の営業部長が、 えー、まあ、全国チェーン、全国500点あるチェーン店さんに1本ずつこれを導入するということをやったからすごく売れるようになったといった製品なんですけども、三脚としてはね、非常にいい組み合わせだったような気はします。足は軽くて、雲台がしっかりということで、で、このね、うんの、ここの部分ですよ。スプリング入りダブルナットということで、もうちょっとこれを近づけましょうか。 普通にカメラを取り付けようとすると、まあこれ縦位置の状態にしますよね。カメラ底が見えるようにします。これをそのまま回していっても、ネジをそこに押し当てるように、押さえながら回すということをしないと本来いけないんです。だけど、スリックの創業者白石さんの考えたアイデアで、スプリングで常に押されてる状態になってるから、何も考えずにカメラを当てて、 これをくる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 回すだけでネジが押されている状態なんでネジが奥に入っていくということで非常に簡単にカメラネジが装着できるという構造なんですねこのスプリング入りカメラネジという発想がスリックの最初の特許の一つなんですでこの U9800 の足の先ですねここのところですこの構造がスリック ののの初期の特許4つつああるうちのもうちもでありましてこれがね、ツーウェイ石突きというもので、今ゴムの状態。だけど、凍った地面など外で使うときは、このゴムをくる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 回していくと、真ん中からスパイクが出てくるという構造で、これはね、ごく初期のスリックマスターから使い始めて、今でも使ってる製品あるかなという感じなんですけども、 これもスリックの創業者、白石さんのアイデアだったわけです。このように、1990年代半ばの製品でも創業者のアイデアをそのまま活かして作ってるという製品があったわけですね。では、白石さんがどんな方だったかという思い出を、ここにね、スリックのカタログがありますけども、実はこのスリックのカタログの一番最初のところね、見開きのところに、 スリックの歴史というページを作ってるんですよ。ここのスリックの誕生というところに、スリックは1948年、技術者でもあり事業者でもあった白石貴俊さんが23歳の時に作り上げたアルミ製三脚からスタートしましたというふうにあります。まあこれ私が書いた文章でしたね。えー、この写真、試作品をテストする白石貴俊氏、これは白石さんからいただいた写真から、 転用しているというものなんですけども、23歳ですよ。この人ね、1925年、昭和元年生まれということで、48年、23歳の時に三脚を作り出したわけですけども、それまでね、この方、老来クラブと来カクラブかな、えー、そういうのに入っていて、木村伊兵さん、まあ有名な写真家なんですけども、そういった方とも交友があって、そして、 三脚を買って使ってたらあんまり良くなかったので自分で作っちゃったという人なんですねで白石さんは本当にアイデアマンで先ほどのスプリング入りカメラネジとかあとはこのツー a y イ石突き初期の製品でもねほらスリックマスターの初期の製品ツー a y イ石突きなんですよこういったものを考えて作ってるということですねあら このカタログにうっすら出てますけども、パテントナンバーがここにね、一つ、二つ、三つかな並んでますね。四つと思ったけど三つでした。え三、ー、つの中の二つが、ツー a y イシきとスプリング入りのカメラネジ。もう一つが何だか私わからないんですが、こういったことで、白石さんの考えたアイデアでね、いろんな製品を作り上げてきたということなんです。ただ白石さんご本人は、ここにある、 台米輸出向きの1978年 88D という三脚、輸出名では U212 というんですけども、これがね、えー、商品的には悪かったわけじゃないんですけども、これを売れば売るほどアルミの地金の値段が上がって赤字になってしまったということと、あと、まあこれは調べたらわかることなんで喋っちゃいますが、当時の経理部長さんの使い込みという事件があって、スリックの 販売会社、スリップ産業株式会社が倒産するということになりまして、そして、この白石さんは会社を去ることになるということなんですね。1981年に会社を離れた白石さんなんですが、まあその後、いろいろありまして、1990年代の後半というか、まああと2000年ぐらいになってからかな。 健康に移った私に対して何度かスリックの歴史を直接教えていただく機会がありました。先ほどの白石さんの写真をいただいたのもその当時のことです。1981年にスリックが倒産した原因みたいな話に関しては直接伺ったことはないんですね。これは昔の記録を調べたらそういった記事ができたということなんでそれで私は知ったわけですけどもただ、このいろんなアイデアを製品化していった 23歳からずっとものづくりで励んでこられたということで、直接話を聞けたというのは非常にいい経験だったと思います。白石さんは最終的には90歳ぐらいで亡くなられたと思うので、そうすると2015年ぐらいに亡くなったという感じだったと思います。今から7、8年ぐらい前でしょうか。まあそういったことでね、白石さんの功績があって、今のスリックができたということなんですね。 田原英一のこのチャンネルではこのように私が知っている昔話みたいなのもちらちらこうやって話していこうと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。